天皇杯予選今年が始まるぞ。明日からハレルヤーイエーイ。花粉舞う季節到来。おどーす。おはようございます。右折していく。おいえー、てか右折ってあんまりやんないよね。そうだね、いつも左折ですから。実はさっきね、はい、左折したんですけど、はい、GoPro がフリーズしましたね。はい、フリーズしましたね。はい、ちょっと花粉症でしょうか。そうですね。GoPro 花粉症。 GoPro ちょっと鼻詰まっちゃってるみたいですね、はい、俺花粉症だわ。さっきから鼻グズグズしてるよね。一昨日ぐらいから右の鼻の調子が悪いっす。え、今までさ、はい、あのそういう経験ないの？あんまりないっす。ついに来た。来ちゃった。今日花粉飛んでるね。いや花粉ね、いやずっと飛んでるよ。ついにね、花粉トークできるようになったかもしれない。もしかしたら、いやうこっちの世界に足踏み入れてほしくなかった。花粉症ってさ本当につらいんだよ。ってことで今日は天皇杯予選。来た、天皇杯予選。正確には天皇杯予選の予選なんですけど、はい、そうですよね。神奈川県の代表決定戦に行くための代表を決めるため。あーすごい。一昨年は党員に PK まで持ち込んだと、はいはい、大ドラマあれね。早坂勇気とのそうあの対決、もう今はね勇気って呼んでるから関係性できちゃってるからね。今日天皇杯予選ってことで、はい、全部勝つと ACL。 いやこれも懐かしい、うん、これ毎年言ってんのよ。毎年言ってる。でもこれ本当にあるからね。だから天皇杯勝って、うん、日本チャンピオンでしょ。そうそうそう。そしたら ACL なの。全部勝てば ACL よ。おーってことはバンフォーレ甲府的な。バンフォーレ甲府的な。うわ J2 いるけど ACL みたいな話じゃん。関東2部だけど2部だけどACL みたいな感じになるわけよ。花粉症がどっか行っちゃいそうなんだ。ってことで今日の相手が厚木はやぶさ FC。 うわ今年関東2部リーグに、あそうだ、上がってくるというね。だもう乗りに乗ってるチームということで。そうじゃん。でしかもこの予選の予選も勝ち抜いてきてるということで。うわ。これはね圧倒的前哨戦と。全然話変わるんですけど、はい、ここのね海軍道路がね、うん、桜がすっごい綺麗なんですよ。まあだからあれだね、丸裸だね。そうだね。ラシ植物だね。いやラシ植物出ちゃってるねこれは。体脂がむき出しですね。これはさノースリーブのそれよ。ノースリーブのそれ。うん、最近ニコタマのまだ好きすぎるよ俺。天皇杯勝ってけばさ、はい、もう桜になっていく姿が見れるわけですよ。桜がね満開になって散るぐらい俺ら勝ちたいね。そうだね。つぼみのまま散るんじゃなくて、うん、咲いてから散りたい、ね、誰が小袋やね。うるりーら。あ、それ決定しや。いい瀬谷の誘惑通りです。瀬谷のさもうこれ胃袋だよね。瀬谷の胃袋。あれだね、変わらないね。なんか店がもうやっぱ大手しかいないもんね。そう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 。ここはもう言ったらさ日本のビジネスの縮図ですよ。だから今のサッカー系 YouTube みたいな感じですか。いやもうプレイヤーが増えすぎちゃってさ。いやもうねちょっとサッカー系 YouTuber に関しては、はい、ちょっといろいろね俺らも言いたいことあるからね。そうですね、はい、ちょっとまたこれは日を改めてね、はい、一本の動画にしてお届けしたいな。実は本当に 2,3 回撮ってるんですけど ね。まだブラッシュアップできると。皆さんにお伝えできることがね、はい、できる動画完成したらサッカー系 YouTuber について動画を出したいと思います。シャ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 。まもなくカモメパーク到着です。到着です。前方走ってるのは比喩だね。あれ比喩だね。あそこ左折したら比喩だね。あれ左折するね。左折するね。捻挫力だね。一回あいつ両足捻挫してたから、ね、両足捻挫ってどうやってやんねん。会場到着、はい、ということで、今日愉快な仲間たち、こちらね、あこれね、はい、バイタス CA のちょっとライチ味出た。ちょっとこれをね試合前にちょっとインしてほしいなと。実はねライチね俺まだね飲んだことないですよ。えライチみたいな一緒に飲みたいなと思ってて。シェイクシェイク不気味な胸騒ぎ、うん、ちょベリーベリー最高ヒッピーハップシェイク、シューが流れてく明日からハレルヤーイエーイ二人ならやれるやーってことで、はいはい行きましょう。ました、ね、ライチめちゃくちゃうまいっすね。お普通にライチジュースですね。結構ガチでうまい。いいね。え、結構ガチでうまい。俺もライチうまっ。今までさ、あえてさキウイとヨーグルで来たんだけど、うん、でライチあえて置いといたのよ、寝かしといたの、うん、いやまさかのだった。期待をね超えてくるね。これやばいね。これあのステマとかじゃないから、うん、ステマじゃなくてこれ概要欄貼ってるから。1時間後ぐらいのアップ開始。そうね1時間後に。今日はちょっと、ね、キーパーコーチとしてあのベンチにインするんでチームの勝利にねあの貢献していきたいと思います。貢献。
前に斉藤優。いいね、この手前サトシでフレッシュでしょ。中盤ベテランになってきたね。中堅でね。ああ、大ベテランいる。大ベテラン、デイベテラン、デイベテランいるよ。45なのに全然認めないな。サバ読むんじゃねえよってね。もう40も50も変わんないじゃんね。全然変わんない。もうだから視聴者40だから。そうっすね。りゅうちゃんいくつだっけ。はい、ピッチイン。カモイパークね、グランドはね、うん、新しくなったんですけども、はい、ちょっとこちらはですね、ビーチサッカーもできるようになってる。これなんでこうなってんの。まあ、おそらくここで相当なダッシュが行われたんですよ。ダッシュ、基礎練。で、昔ね、我々昭和の時代といえば、スライディングでグラセンするなんて文化もね、ありましたから。これ、あの、実はですね、結構私伝え聞いてまして、スライディングでグランドを一周したなんて話もね、聞いてまして、令和の方からするとね、はい、本当に多分びっくりだと思うんですけど、はい、これが昭和です。クロス系 YouTuber 細貝タスク。おお、トラップまでがクロスですよ。はい。微妙。うわー、ラスキーパー。ああ、今から屋上で濃密なエンターテイント今始まります。そこだけ忘れないようにして90分しっかり戦いましょう。はい、じゃあ行きましょう。よいしょ、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 私が始まるぞ。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。1対4と、はい、いうことで、今年もですね、ACL の道は閉ざされてしまったと。はい、そうですね。ということで。夢半ばで。はい、夢半ばで散ると。桜が咲いて散る前に私は散りましたね。そうですね。まあ、ね、去年まで出れなかった、うん、まあ、若い選手とか、うん、まあ、新戦力も試せたという部分では、はい、我々にとって大きな収穫でしたしね。はい、ということでね、本日もですね、はい、たくさん応援に来ていただいて、久しぶりの支援物資いただきましたので。おー、待ってました。支援物資チャンネル。はい、丸くなるな、星になれ。チップスター、東京ひよこサブレ。絶対美味しい。はい、これもひよこサブレ。愛媛の物産展で購入されたということで、愛媛ポンカンジュースと。これ美味しいよ。ちょっとね、やっぱこういう試合やった後はね、キュッといきたいのよ。新潟限定ミルクチョコ柿の種ということで、辛さとこのチョコの甘さがもうたまんねえぜ。はい、そしてこちら。明治のザバグルドリンクということで。待ってました。はい、そしてね、明治さんのエッグル。2月末で、空町でね、販売終了してしまうんですけど、亀戸クロック内のね、店舗さんで、なんと5月ぐらいまで延長して販売するということになったみたいなんで、ぜひお近くの方は、そちらご賞味ください。はい。ということでですね、まあ2月の末ということで、うん、3月1ヶ月準備をして、4月のリーグ戦向けて頑張っていきますので、ぜひそちら応援の方よろしくお願いします。そしてジャイアントの怪我なんですけども、かなり良くなってきましたので、3月おそらくねゲーム出ると思います。おお、はい、そのジャイアントの復活もねお楽しみにしてください。はい、ということでチャンネル登録高評価コメントぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。星が流れてく明日からハレルヤーイエー二人ならやれるやーということで、はい、はい、行きましょう。